始まった。お、こんばんは。お、こんばんは。すごい。ヨッシーさん、大本さん、こんばんは。皆さん早いですね。ちょっと今宣伝のツイートをしないと。ちょっと待ってくださいね。宣伝ツイートレッスル一回ハッシュタグは画像だけ入れとこ。はい、こんばんは。大丈夫かな。はい、今ツイートしました。はいはい、というわけでこんばんは、レッスルピーターパン、2日間、いやー終わりました。本当に終わってよかった、無事にね。いやもうなんだろうな、もう本当今回はね、いろいろ本当今回ほど大変だなと思ったビッグマッチはないなと思いましたね。はい、いや本当にね、限られた中での2日間、でもこんだけ限られすぎるともういろいろ大変だなみたいなところがありましたけども、本当限られた中での2日間なんとか無事にやりきりましたよ。本当にいやもう選手のみんな、スタッフのみんな、まあ、そしてね、何よりやっぱ映像班ですね。映像班のみんなにもう本当感謝したい。もう今回は本当に多分映像班はこのコロナの時期において、まあ、コロナの時期っていうかもう今もコロナの時期なんだけどにおいてもう本当フル活動だったと思うんですよね、うん、だから結構なんかなんだろうな、やっぱ大変だったんじゃないかなっていう。やっぱ TV ショーが始まって本当にね、いろんな試みも始まったじゃ あったじゃないですか。だからやっぱその本当に映像班がフル活動してたんで、本当にもうね、優秀な、映像スタッフの皆さんに本当にもう感謝したいですね。はい、今なりにも感謝したい、本当に、うん、今なりありがとうね。いやー、なんか今ちょうど俺もちょっとわからないんだけど、伊藤真希さんが9時からインスタライブで、なんかやってんだよね。そう、東京女子のサイン会をやってるそうです。はい、すごいな、なんか、はい、まあなんでちょうど声だけ聞こえますかね。1ですね、8日みたい、はい、ありがとうございます。グッドイブニングマキー、グッドイブニング、はい、こんな感じでやってるみたいですね。あいつも頑張ってますね。はいはい、というわけでもう本当に、2日間どうもありがとうございました。まあ本当に皆さんね、いろんなことをなんかこう楽しんでいただけたのかなと思っていて、まあ、やっぱりちょっと待ってね、十文字くん、履歴書送りたいのですが保護者の同意書はどう用意したらよいですか。いつも保護者の同意書、竹下の時どうだったっけな。とりあえず名前とハンコをして、事務所に送っていただければいいです。はい、同意書は、十文字くん いくつだったっけ。この間あれだよね、コメントくれた人だよね。まあちょっと一応万が一あれは問い合わせのところから聞いてください。はい、一応多分その保護者の同意書はそのフォーマットは特にないんで、まあ、未成年っていうことで親の同意書、まあ、プロレス その入門テストを受けることに同意しますみたいな感じでいいと思います。はい、いやーでもね、本当にね、ちょっと待って、いろいろ見てますけども、いやーとにかくね、何が大変だったかって、もう本当5ヶ月ぶりに復帰したことですよ、私自身が。はい、だから1月に3日以来試合出てなかったんですよ。
で正直まあ1月3日の時も、ほぼほぼまあねツイッター乗っ取られただけで、そう、試合らしい試合じゃなかったんで、はあ、やっぱ体をジムもない状態で戻すのもこれ大変だなと思っていて、もうでもやっぱりその自重トレーニングですね。本当自重トレーニングと久しぶりですよ本当にスクワットとか生スクワットやったのって、もう今大体レッグプレスとか足のトレーニングとかでレッグプレスとか大体そういうのをやるんですけど、ないじゃないですか器具も。だからもう生スクワットを本当にね、結構初日から割とピッチ上げて500回ぐらいとかやったんですけど、やっぱちょっともう体力的に無理だなみたいな。そうですね、はい。正直大社長のコンディションはよくは見ませんでした。そりゃそうだろう、なの5ヶ月ぶりなんだから。ジムもやってないし、もう日焼けサロンもやってないし、本当どうしようかと思ったよ本当に。で新宿で唯一やってた日焼けサロンに行ったらもうなんかかぶれちゃって大変だし本当に、はい。まあね、でもあんだけ蹴られて大丈夫かなと思いましたって。僕蹴られるとかね、なんて言ったらいいのかな、そういう結構頑丈ではあるんで、はい、だから結構その辺はね、ご心配なくということでね、はい。すごいあれですね、なんかいっぱい、日曜日の板橋大会は売店は行いますか。基本的にまあなんか行おうと思ってます、はい。なんかいろいろとなんかこうなんだろうな、ソーシャルに対応して、やってはいるので、ちょっと詳しいところは私も分かんないんですが、はい。十文字君高校3年生ね、はい。じゃあ同意書もらってきてください、はい。思うような動きはできましたか。いや思うような動きは正直なこと言うとやっぱできなかったね。やっぱもうまあ別に言い訳とかなっちゃうんであんまりしたくはないんだけど、もう1ヶ月欲しかったかな本当に。もう1ヶ月はちゃんとそのトレーニングできる時間が欲しかったなと。やっぱ食事制限してもやっぱね、なかなか難しいな部分もあったんで、はい。まあそうですね、あ、妄想プロレスさんだ、ありがとうございます。数々の仕掛け、今回も語りがいのある興行でした。本当に素晴らしかったです。いやね、普通のビッグマッチよりも今回のビッグマッチ 2days の方が本当に心に残った。多分俺一生忘れないと思う、多分この今回のレッスルピーターパンの2020は、やっぱなんだろうな、もう何もかもが初めてのことばっかりで、だってもう埼玉スーパーアリーナでやるつもりでイメージしてたのがさ全部なくなったわけじゃん。全部なくなってどうしようってなった時に、まあ、ぶっちゃけWWE がレッスルマニアをね、WWE ネットワークで2日間で配信でやるっていうのを聞いてこれだと思って、これもこれパクるしかないなっていうのがね、もうそれでやったようなもんですね。まあマネーインザバンクもまあうちみたいなことやってるし、これのワイコだろうみたいな、はい、適当なことは言ってる感じなんですけども、まあでも本当に今回のレッスルピーターパンはやっぱりすごい印象にっていうか、多分一生忘れないだろうな、この自分のやった試合もね含めて、なんかやっぱりみんなそのこと聞きたいんだね、俺は、もうあそこのコメントで言ったことが全てですよ。まあ今日改めてそれを言おうかなと思って今日この配信やってるのもんですけども、まあ拳王および今後に関してはもうコメントでも言ったように、もうまあ交わらない方がいいというか、まあもう彼らは彼らでやってくれればいいんじゃないっていう、もうそのノアはノアで DDT は DDT でやればいいだけの話だし、まあ私がノアでやってるね経営の部分っていうのは多分現場とかリングとかにはもう一切タッチしてないんで、多分それはもうおそらく現場の人間も選手だって多分分かんないと思うそこは、まあだけど分かる必要もないし、なんかそれを分からせるつもりもないので、なんかそれはそれで彼らの
ベースで自由にやってくれればいいかなっていうところですね。まあ、DDT も DDT でやっぱもう自由すぎたというかさ、もう今回の本当にビッグマッチは最高だったなと思って、やっぱり、うん、最高でしたよ。やっぱ初日は正直な話、もう自分も試合に復帰するんで、もうそれどころじゃなくて結構テンパってたんですけども、やっぱ2日目はもちろんそのスタッフワークもやりながらですけども、まあ、基本的にはやっぱり落ち着いて見ることができたんで、うん、なんかやっぱりね、それはやっぱすごい感慨深いなと思って、うん、やっぱなんだろうな、一番腹抱えて笑ったって言うといかない変ですけども、やっぱり男色でいいのと大石誠の一戦はもうすごいあれは印象に残りましたね、うん、やっぱりだからそこのね、やっぱなんだろうな、そこは本当にみんなに見てほしいなあれは、うん、やっぱね、そう、うん、ね、あ、無人プロレスね、無人プロレスもありましたね。松本美和子さんはやっぱすごいなと思って、やっぱりあれとは別にいい意味でね、いい意味で気が狂ってるなと思うし、やっぱりその気の狂った部分っていうのをね、やっぱ俺は適当に言った無観客とかね、いっぱいやってるから無人プロレスやればいいじゃんっていう一言で、本気で無人プロレスやって、本気でしかもサイプレス上野さんをどっかからブッキングしてきてっていうのは、やっぱ彼女の行動力はやっぱすごいですよ、うん、本当に素晴らしい、うんね、ね、まあまあけ、うん、まあまあみんなそういう聞きたいのは分かるんだけどね、まあ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 、でもね、そこはもうコメントで言ったことが全てなんで、はい、原氏丸藤は見たいっていうね、ノアファンの方にも多かったんですね。そう、遠藤ね、遠藤は良かったよ、なんか、うん、良かった。俺がちょっとあいつとはまた違うスタンスだから、俺が言うのも変な話だけど、うん、遠藤はなんかすごい良かったな、なんかなんだろうね、いつの間にかちゃんとしっかりとまあ自分自身というか遠藤哲也っていう人間をやっぱ押し出した上で、やっぱ田中将人選手に勝つことができたっていうね、そこはなんかやっぱりすごいなっていうのは思いましたね。なんか成長、遠藤哲也が多分去年から今年にかけてなんか一番変わったんじゃないかなって思いますね。もともとツイッターとかでなんかいろいろ面白いことをいろいろ言い始めたりとかしてて、あれなんかこいつ変な兆しを見せてきてるなみたいな、カブトムシ飼ったりとか、あいつにあんな世界中のカブトムシを飼ってるみたいなイメージなかったんで、そう、なんかやっぱりそういう部分ではね、なんかこうなんだろうな、遠藤はなんかすごい頼もしくなったなっていう、うん、誰かがツイートでも言ったんですけど、宝になったんじゃないですかね、 DDT の、うん、昔まだね、三上が DDT の宝だって言ってた時代もあったんですけども、遠藤も本当に宝ですよね、 DDT の、うん、だからやっぱりこれからは本当に遠藤は DDT を支える選手としてやっぱ頑張ってもらいたいなって思いますよ、はい。遠藤選手の全裸写真集は大社長的にいかがでしょうって、なんかあれリツイートが500件以上いったから出すんじゃないの、あれ俺わかんないけど、そう、出せばいいのにね、うん、ダムネーションで出せばいいのに、そう、今後もお客様が大会に普通に入れれるようになっても、あえての TV ショーでの興行というのも可能性が見えたような気がしますっていうね。そう、なんかね、本当に俺らやっぱ逆境に強いなって改めて思ったんだけど、やっぱこのコロナの状況で本当興行とかイベントとか、その人がとにかく集まることができなくなってしまったっていうところから全てが始まって、うん、でもなんとかもうそのちゃんと感染予防に気を使いながら無観客まではたどり着いてやったんですけども、やっぱりなんだろうな、本当にこの状況じゃなきゃできなかったビッグマッチだったと思いますね、うん、なんかやっぱりそのなんだろう、人がいる観客だとできなかったことが多かったんじゃないかなと思って、うん、
それこそ男色でいいののね観客あの感じで、その試合不成立とかなんて、あんなの多分ねお客さんいるとこだったら暴動起きちゃうんじゃないかなっていうのはあると思うんですけども、まあでもねやっぱアクシデントがしょうがないなとは思う部分はあるんですけどね、うん、ね、この2日間の竹下遠藤ケニーはどう見ますかねって、うん、あいつも多分レスリバース入ってるはずだから見てると思うんだけどね、うん、聞いてみたらどうですかね、なんかね、そうそう、あと立花ね、立花負けちゃったけどね、うん、だけどリーノがなんかねどっか連れてってたんでなんかあるんじゃないかなと思いますよやっぱり、うん、ね、田中正人選手ね、高木さんと同年代のあの世代と変わらないスピードで試合するの本当に脅威です。いやー本当だよ、もう本当自分もねなんかやっぱりなんだろうな、まあ一つだけそうですね、うん、剣王と金剛にまあいうことがあるとすれば本当一つだけだけど、まあ、正直、まあ、心臓の手術もして、まあ、1月にもう休んで、なんかまあ自分の中では復帰戦っていうところを描いてたんですけど、でもなんかそれも結局コロナでもうどうなるか分かんなくて、もうなんかいいかなこのまんまフェードアウトしてもみたいな、もともとなんかあんまり引退式とかそういうのして退こうっていうのは全くなくて、なんか気づいたらいなくなってたみたいな感じの方がいいなと思ってて、まあなんかそれも別にいいのかなと思ってたんですけどね、うん、でもなんかそうやってこうもうなんかもういいかな、やり残したこともないかなって思ってた自分に対して、もう一回ふざけんなよこの野郎っていう気持ちにさせてくれたのがまあ彼らだったと思ってるんで、剣王と金剛か、うん、だと思ってるんで、まあそこだけはね、うん、感謝とかはしないけども、うん、その気持ちを与えてくれたっていうところに関してはね、うん、まああれでなんかもう一回また蘇ってきて、もう一回またプレイヤーとしてちょっとやってみようかなっていうのがあったんで、はい、まあいくつか大会が発表されてますけども、まずは鶴見青果市場21日、から、特別参戦としてね出たいなと思ってますんで、はい、だからやっぱりなんかそういう部分ですかね本当に、うん、そう、何度も何度も私の引退式っぽいのを見た記憶がありますって言ったんだけども、でもなんか本当ね今回はねやっぱ4月5月4月いっぱいぐらいまではもうこれでねいいかなって、本当にひょっとしたらプロレスがいつ再開できるかどうかも分かんないしみたいなのがあったんで、うん、まあでもそこにまた火をつけてくれたっていうところはね、うん、まあなんか自分の中でやっぱ燃えれるものができたっていうのは、ああまだ俺プロレスラーだったんだな、経営者じゃなくてっていうところかなと思ってますよ、はい、ですかね、はい、ヤローズは年内行う予定はありますか、そうだねヤローズね、またできたらね頑張りますよ、はい、うん、そういろいろとね、いろんなちょっとコメントをバーッと、元レッスル1の選手は立花選手以外に DDT 来ないんですかっていうのはちょっと分からないな、立花以外はね分からないんですけども、はい、上野とね真央も次世代のね星っていう書いてあるとき、そうなんか若い選手がやっぱもともと DNA と呼ばれるものがあって、そこからやっぱ育ってきた連中が今ようやくなんかこう一つのムーブメントを作ろうとしてるんで、はい、だからやっぱりそこはもう本当素直にか彼らの成長をね喜びたいなと思いますね、そうだからまあやっぱりなんだろうな、DNA はやってよかったな、やってよかったなってまた復活する時もあると思うんだけど、うん、DNA は本当にやってよかった、うん、今 DNA 世代と呼ばれる人たちがこれから引っ張ろうとしてるんで、我々にとっては本当にね本当に希望の星ですよ、はい、ファン的にはフェードアウトって本当にモヤモヤして嫌なので、仮に辞める時は引退式お願いしますって、そうだよね、まあ、いやなんでこういうことフェードアウトするかって言ったら、引退しますって言ってもまたやっちゃうと思うんだよね、
俺は性格的に。そうだから、なんかそういうの良くないじゃん。何回も引退している人いるじゃないですか。今度ね、あのアベマのシャトーでの路上プロレスで参戦する人いるじゃないですか、ね、俺田さんとかさ、あ名前言っちゃったとかさ、やっぱりあのなんか何回も引退して復帰するって、まああそこまで行くともうなんか本当に一芸みたいになってんだろうと思うんですけど、まあでもなんか自分はあんまりなんかそういうのでやりたくないなみたいな、うん、そうだからなんかねやっぱり、うん、っていうとこですかね。アツノリンにまた頼もう。そうだね、はい、アツノリンさんそうとはねちょこちょこ連絡は取ってますよ、はい。先行の申し込みはねなんか結構多かったみたいですよ、はい。だけど別にフェイスとか多分鶴見聖火島とかそうでもないと思うんで、あの大丈夫だと思いますよ、はい、はい、ですかね。まあでも本当にあのなんだろう、今日はそんなにね長くやるつもりないんで、あのあれなんですけども、とにかくこの2日間はなんか充実感あった本当に、うん、なんかあまた俺プロレスやってるっていう、できてるっていう、選手もそうだったんじゃないかな、うん。珍しく渡瀬がさ、いやーなんかレッスルピーターパー見たっていう人からすごいリアクションが多くてびっくりしてますみたいなね。そうあんまりあいつの試合のこととか自分のこと振り返らないのに、そうね、引退するときは鈴木伊藤選手と試合してほしいですっていう、いやまあそうだね、うん、そうね、大社長だと引退しますだと必ず嘘じゃーってのが来るイメージだからね、うん、あの嘘じゃーってあれも折田さんだからね、そう多分俺のベースは折田敦史なんだと思うな多分、うん、自分でも認めたくないしファンの人も認めたくないと思うんだけど、なんかベースにあるんですよやっぱり、なんかだからおい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 って煽るのあるじゃないですか、あれも多分ね大分さんなんですよやっぱり、あれがやっぱり印象に残ってて、2000年ぐらいの時はねずっと大分工業とか出させてもらって、はためでずっと大分さんの試合見てて、そう大分さんからいろいろ吸収するものが多くて、そうでやっぱりそのアトムでね試合した時にあなんかこれと違うなと思ってそうそっからちょっとね距離を取っちゃいましたけども、うん、そうですね、はい。当初の埼玉とやること全然変わったのですかね。いや全然変わりましたね、全然変わったし全く考えてなかった考えてなかったというかその想定してなかった、うん、カードとかもねやっぱあったし、当初はほらそもそもねケニーがやっぱり来るっていうのあったし、うん、それとあとみんなさ忘れてると思うんだけど、第1弾に発表したゲストってクロちゃんだからね、そう誰もクロちゃんについて触れてないっていうさ、そう、うん、そういいこと言った、文化系プロレスっていうだけあってこの2日間は当事者は文化祭やったみたいな気持ちなのかなって言ってるけど、本当その通りなんですよ、うん、まああんまこういうこと言うと俺らが文化祭っていうふうのも、まあ、取られ方によってちょっとあれかもしれないんですけども、まあ、でもやっぱりなんだろうな、そういうなんかやりきった感みたいなのもありますよ本当に、うん、まあプロレスラーみんなそのビッグマッチっていうのはねやっぱそういう部分は持ってるんで、そう文化祭ね、だって文化祭で2日間とか3日間とかあるじゃないですかね、うん、ああそうそう、あともう一個忘れてたのがあって、田中ケロリングアラーを呼ぶの忘れてたっていうね、これも本当に、はい、シーマソーマ対原島丸藤は絶対見たいです、もう私も見たいですよね、はい、そうクロちゃん忘れてたのよ、クロちゃんなんか連絡しなくちゃいけないなと思ってて、もう完全にクロちゃん忘れたなと思って、うん、見てる方も文化祭終わったかなってね、そうだからまあねこの2日間は本当に皆さん楽しんでもらえたと思いますんで、はい、まあもう一回ね見逃し配信とか、あと2日目に関しては1週間ぐらいは無料でねアベマ TV でも見れるんで、ぜひ見てもらえればなと思っております、はい、うん、まあそんな感じですかね、はい、まあちょっとなんかすごく高揚しててですね、なんか気分が、はい、なんかみんなとこうちょっとやり取りしたいなみたいな、そうところがあったんで、今日はちょっとそんな長くはやらないでおきます、はい、いやでもなんか本当楽しんでくれてよかったのかな本当にね、いろんな声ありますよね、
マジマンジの正解を見た感じ。マジマンジの正解を見た感じ。そうだね。マジマンジの正解。おお、なるほどね。深いな。深い。深い深い。深いよ、それは。それはすごく深いな。ああ、マジマンジで見たかったものが TV ショーには深い。深い。深すぎる。なかなか深いな。間違っちゃいないと思う、それは。そう。マルフィさんが DD に出るのはありなんですかって。そう、だから現場が呼んでるからありなんですよ。現場が呼べばね、別にね、いいと思うんで。そう、深いなぁ、マジマンジか。マジマンジがあったから、多分これはできたんだと思う。もともと渋谷のクラブアトムで、毎週の、ショーを始めた時も、実はその WWE のやっぱローとかに影響されて、あ、これを、その、テレビじゃないけども、ライブでやらなくちゃなと思って始めたのが、毎週の、木曜日だったかな、水曜だったっけな、クラブアトムで毎週やってて、で、そこから新木場に移ったりとかして、で、サムライ TV で、DDT のね、ドラマチックファンタジアっていうのが始まって、で、埼玉スラムか。だから、そのテレビとプロレスのつながりっていうのすごくあると思ってるんですよ。で、今回の TV ショーっていうのは、本当に理想のものができたなっていう、5月からね、始まった TV ショーっていうのは、本当に理想のものができたなと思ってますよ。鶴見正解地まで何か仕掛けたいことありますか？何か仕掛けたいことありますかって分かるでしょ、そんな。もう俺はジャスコに行くことしか考えてないですよ。ゴートジャスコですよ。解説の4人がそれぞれ面白かったです。そうですね。DDT がプロスの入り口だったので、初心を思い出した感じでした。竹下佳彦最高でした。あら、最高だったね。なんかすごいなと思って、なんか、なんだろう、あれが初日のメインイベントだったっていうところが、この DDT の最大の成長だったのかなって思います。プロレス団体としての最大の成長ですね。あそこには本当に DDT の全てが詰まってると思ってるんで。イントザライトは有観客ビッグマッチまでなしですかね。まあ、これはね、あまりこうちょっと突っ込まれるとちょっと困るんで、まあ、いろいろとあるんですよ。次のビッグマッチは両国国技館ですか。まあ、ちょっとこの状況がね、まだ分かんないからね。そう、アスカ対マルフィ選手の試合はぜひ DDT やってほしい。そうだよね、本当に。俺はぜひ見たい。そう、そう、イオンだね。まあ、でも俺の中ではジャスコだから、ジャスコですよ。アフターピーターパン。なんかもう今日ね、カード発表されてましたね。6月13日、今週かな？今週の土曜日の TV ショーですよね。だから、現行の、おそらくその TV ショーという形では、無観客でやるのは、まあ一応今回が、13日が多分最後になるんですかね。で、20日からは、まあ徐々にですけども、お客さんを入れていくっていう形ですかね。ヤバタニエンだったら、ヤバタニエン懐かしい。もう懐かしすぎるわ、これ。というわけで、まあ、あっという間ですね、30分って。30分あっという間だな。もうなんか、もうちょっとだけやろうかな。なんかあっという間すぎたな。アスカ選手の定期参戦お願いします。そう、秋山さんですよね。秋山選手が、やっぱりその、なんだろうな、DDT に上がってくれるようになったゲストコーチとしてっていうのも、このコロナじゃなかったらなかったっすからね、本当に。これはもう本当に、だからその全日本さんも今やっぱり興行ができないし、DDT も興行ができないわけじゃないですか。お互いのスケジュールがやっぱり合わないっていう部分のところが、もう非常にね、なんかそこがやっぱり、なんだろうな、これ奇跡だったなと思ってますよ。まあでもね、継続してゲストコーチとしてもそうですし、TV ショーに関しては出ていただけることになっているので、まあ楽しみにしてください。というわけで、あ、納谷選手の 処遇ですか。まあ、これも楽しみにしてください。納谷君とはちょっと近いうちに話そうと思ってます。というわけで、30分あっという間でしたけども、本当にとにかく、レッスルピーターパンを、多分これを YouTube を見に来てくれてる人は、見てくれてるという大前提のもとで話しますけども、どうもありがとうございました。
本当にもうこういう状況で、ビッグマッチを行うことっていうのは多分もうないと思いたい。逆に言うとないってことは世の中が正常に戻ってきているっていうことの証拠だと思うんで、やっぱりビッグマッチを皆さんと共にね、作り上げていきたいと思ってますんで、はい、そうです、楽しみがまだまだいっぱいですよ、はい、というわけで、皆さんちょっと30分と短い時間ではありましたけども、今後も、レッスルピーターパンの後がやっぱり期待してほしいなと、6月13日ね、TV ショーも期待してください。今日はどうも遅くまでありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ。